宝井琴町は、孔男子の名跡。宝井琴町とも表記。当代は四代目。四代目、宝井琴町は、孔男子。本名、古内義治。孔男協会、落語協会に所属し、落語の定石工業にも出演している。1974年2月、五代目、宝井馬琴に入門。1974年5月。 ことりょうと名乗り初講座。1八十五年四月、講談協会新打ち昇進と同時に、ことわらべと改名する。1八十五年十月、五代目、宝井馬琴の死により、宝井こと鶴門下となる。1987年1八十七年一月、四代目、宝井こと町を襲名。1八十九年から十年にかけて、自転車で前講談と題し、 北海道各地を回る。2011年から年末に暮の鈴本緊張六夜として上野鈴本演芸場の主任を務める。落語上席で公爵士が主任を務めるのは異例のことである。各公演のテーマは以下の通り。2012年から封印切りの会を定期的に行いネタおろしをしている。 2012年5月の初回から2017年6月までの12回は、店舗六花線を手掛けた。浅田次郎、宮部みゆき、重松清など、作家の許諾を受け、現代小説を講談にして演じたこともある。アマゾンデジタルミュージックと、同内容、封印切れの解析艇の YouTube チャンネルで、音源が公開されている。 ABC 吉田治、東都講談し物語中央講論事業出版、2017年6月、225から227ページ。ABCDF e 吉田治、東都講談し物語中央講論事業出版、2017年6月、227ページ。ありがとうございます。